侍ジャパンと巨人の戸郷選手のサインって少し違うのしてた。え、変えてるんやん、すごい。くねくね村長さん、あ、くねくね村長さんだね、ありがとう。リラックマ、皆さんもリラックマ、ぜひコリラックマ、リラックマ。どれにしよう。ちょっと待ってくださいね。とりあえずこれでいいか、これでいいか。なんかね、ちょっと待って、こっちの方がいいかな。ドゥ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 ワハワワワワワワ。どれがいいかな。1、2、3。これでもいいか。本当にそれでいいの？そんなこと言う？サッカー見てきたけど負けました。PM こんばんは皆さん。なのはね、今インスタの写真を選んでますよ。インスタ投稿しよう投稿しようってずっと思いよってさ、全然投稿してないですよね私最近。いや、投稿しようと思ってるんです、日々思ってたんやけど、マジで投稿してないから、投稿しようって思ったやつをね投稿しますね。ちょっと待って、あ、違う、ちょっと待って、あ、ここか、グッと。迷えるぐらい迷するのよね。自撮り写真もう全部あげちゃえって嫌です。押してる選手途中で出場してその後退場になりました。なんで？正解は戸郷選手がサインに書かれてある背番号が、あー10、あー、あれね、背番号ね、確かに12だもんね、侍だと。そういうことね、確かにそれは違うわ、背番号。インスタ投稿待ち、ごめんなさい、投稿します。でもこんな時間にあげてみんな見てくれるかな。みんなが見てくれるんやったらさ、今から投稿するよ。レッドカードなんかしたん？アイドルになる前は自撮り線やった、俺全然線やった。アイドルになってから自撮り始めました。自撮りスタートしましたよ、自撮りデビュー。もちろんアイドル前なる前さ、自撮りとかせんくない？する？逆にみんな自撮りすることある？あ、待って、これあげようと思ったけどさ、でもいけるか、これでいいか。にー、ちょっと待ってね、みんな自撮りとかする？侍ジャパンになってから背番号違う選手もいるのよね、確かに。山本由伸選手とか18一緒やもんね、確かに。何何何が自撮りは痛いです。あのインスタの写真選びながらさ、おしゃべりしますね。ダダッタダッタンタンタン。
次。3。どの写真を投稿しようと思ったっけね。ちょっと待ってね。これどんな写真だっけね。これか。えい。1枚、2枚、3枚。いや、なんか寂しい、これじゃ。いや、でも。自撮り漏れてたねって。ツインテールかな。やす1983さん、ありがとう。わざわざお金30円くらい余計に使ってラーメン食べようと思ったらスープなくなったらしい。ピエン、ツインの生写真可愛かったので予約します。嬉しい。ツインテールね、マジで珍しいよ。サロナのツインテールなんて見ることないよ、きっとみんな。え、ツインテール本気でしないので、みんなぜひ。うわ、どうしよう、どうしようかなってなってるんですけど、どうしよう、ちょっと待って、ちょっと写真選び直そう。どこだったっけね。このでもめっちゃこれはっきり見える。わ、これにしよっかな。わわ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 、待って、なんかさ、わかる、なんかパネルがさ光ってるとなんか文字が途切れたりするのかな。なんか例えばさ、ランニングマシンとかめっちゃわかりやすくない？秒数をさ写真で撮ったらなんちゃら現象ってやつで、なんか早く、なんか光パカパカしちゃうように見えんちゃけど、本当はあのパカパカしててみたいな、なんかなんちゃら現象だったよね。それのせいでさ、ちゃんと写ってない写真があるんですよね。なんだっけね、何現象って言うんやっけね。まあ忘れたんですけど、まあなんちゃら現象ですよ、なんちゃら現象。そうですね、これでいっか、これがいいな。よし、ちょっと待ってね。2番の1、これ2、そうですね、に、いや、これ、そうですね、3、よ
1234、あ違う違う、2222、これか、いやダメ、うんーば、フリッカー現象、フリッカー現象っていうん、それだ、フリッカー現象、それそれそれかな。カメラのシャッタースピードと LED の点滅の周期が合わんからかけて、それです、その現象フリッカー現象って言うんや。そのフリッカー現象ってやつでさ、あ全然うまく撮れないんですよ。そう、それです。こっちかな、違う、違う、これ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 、これ33、どれだどれだ、4来ました、4で5ですかね。あー選んだ、よし選んだ、あげてないよまだ、あげちょらん、今から文字を書きます。誰も振り向いてないよね、大丈夫だよね、よし OK、 違う、ちょっと待ってください、可愛いのがたくさんあるから燃えちゃうね。いや優柔不断なんですよサロモンは、単純に単純にね、そうなんだっけ、ドドド、はやぶさありがとう、ありがとうございます。ねえみんな何時に、何時までにさ投稿したら見てくれる？インスタって何時までに投稿したら見てくれるん？何時でも見てくれる？22時？ちょっと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 、ダメやんまだ、ダメやんまだじゃない、もうすぐダメやん、
よし、22時超えたら見てくれないんです、寝る前。あと2分ちょっとせかすやん、みんな分かった、みんなサロン黙るから。うんうん、タタ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 タ口に出しちゃいそうだもん。うんうん。やばい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 、何を悩んでるの？文字。文字考える時間って地味に大変かも。そう。地味にね。姫22時、ごめんなさい。過ぎちゃいますね。明日見るねってみんなそういうあれなんですね。10時までしか見てくれないんですね、インスタって。インスタってシビアですね。そのはちなみにまだ文字を考えてます。なんかメールみたいにさ、読んじゃう、まあこれは SNS なので読んじゃってもあれなんですけど、あ、ちょっと待って。あ、りょん、あれ、ん、ちょっと待って、昨日さ、あ、これ口に出しちゃダメだった。いや、何でも言ってないから大丈夫かもな。ちょっと待って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 、違う
あー違う違う、これ、あ、今日じゃなかった、よかった、今日じゃなかった、よかった。いや今日することあったなって思ったんですけど、今日じゃなかったので大丈夫です。ちょっと待ってください。いつも声に出して書くからこういうのなんかあれ、そうなんかの締め切り、そういうこと。あでも今日送られてきた、なんだっけなんだっけ、今日送られてきたアンケートは10分で返しました。10分で返しました。違う、V で、よし。これでいいか。ドラマ見てる。何のドラマ？投稿内容を声に出してものっちゃんなら楽しい配信にって。優しい。アンケートは悩まないのね。いやいつもめっちゃ悩むから、いつもはあれですよ、あの当日とかに送っちゃったりとかすることもあるんですけど、今回はパパッと思ったことを書きました。え、一つ一つのとこめっちゃ真剣よ、サラミ。めちゃ真剣。ちょっととりあえずハッシュタグ入れますね、文を完成させる前に。いつも入れてるハッシュタグ、フルネームと空の、ソーラーの上に、AKB48、
どうだ。どうだ。これでいいかな。ちょっと待ってね。あ、これね。はい。はい。で、どうだ。ソフトクリームの写真他にないと。あるよ、あるある。なんかね、あれね、多分、あ、そう、メールに送った写真なんですけど、ソフトクリームはバニラで、熊本県産のバニラで、コーンがあれ、なんかね、芋、味はせんちゃけど、多分さつまいもかなんかの皮なんやないかな。皮じゃない、ワッフル。ご飯買ってくる。なんの、こんな真剣に投稿してるのか。頭が下がります。全然、あの、投稿頻度が最近また少なくなっちゃってごめんなさい。ちょっと待ってね。OK。 よし、投稿するよ、みんな。投稿します。投稿していい？投稿しますね。シェア。投稿したよ、みんな。合ってるよね。これでストーリー回す。よし、あ、へい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 、うん、いいねとコメント待ってます。 OK、 投稿しました。そう、めちゃんこ野球盛り上がってるので、皆さん WBC 皆さん行きましたか。タグ増やそう。
けるかなこれ一列で。よし。OK。そう。ジャパンの帽子かっこいいやろ。そうめっちゃかっこいいよね。そう WBC のねキャンプに行ったんですけど。そうジャパンの帽子はね、ジャパンの帽子は正直その会場で買ったんじゃなくて、あの何今ね空港でさあれやってるんですよ。なんかキャンプシーズンなので他の球団の方もそう宮崎にキャンプ各地に来ちゃうから、そうなんか毎回 毎年2月になるとね、あのキャンプグッズが空港に宮崎空港にブーゲンビリア空港にキャンプコーナーができるんですね。そうそれであのお仕事の帰りにキャンプコーナーに行きましてジャパンの帽子を見つけまして買いました。そうでもなんか次の日ぐらいにさなんかニュースになっちゃって、そしたらなんかニュースで見たら帽子がもう残り2個とかになっちゃって買っててよかったってなりました。そう会場でも全然なかなか手に入らないぐらいの帽子、すぐ売り切れちゃう帽子なので。でもねもう一個ねめっちゃ可愛い帽子があったんですよ。 J っていうのがジャパンの J がいっぱい入ってるキャップめっちゃ可愛くて、でももうなかったよそれは行った時には。なんか数個しかなくて迷ってたら多分もうないですよね。そうないんですよもう何も。ジャパンの帽子かっこいいよね。まあそうそう飛行機代と確かに宿泊確かにね遠出するぐらいですもんね。うん。そう。テレレ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 。そう。女性用とかなかったの？帽子？帽子はね、キッズとフリーサイズ、うん、そうなんですよ。でで会場のオフィシャルショップのニュースで流れるたびにそれちゃん映り込んでないかなって探してた確かにカメラ多いよね。そう、めっちゃカメラ多い。そうスーパー早起きして遠出してます。そうそう友達も毎年楽しみにしてるらしいってグッズ感グッズねグッズね売り切れるんよ。そうなんかさなんかタオルとかはさ、いやタオルも人気なんですけど、普通のキャンプやったらタオルはさめっちゃさ入荷されてさ買いやすいかもしれんけど、普通のグッズってやっぱさ売れるじゃん珍しいグッズって。そう C って何？ C って何？そうキッズキッズキッズ。巨人でも宮崎キャンプのメディアの数すごいね。あーめっちゃ多いかも。めっちゃ多いですね。めっちゃ多い。警備員さんとかポリスさんとか、そうめっちゃ多いですね。そうそうそうポリスさん多いね。めっちゃ多いですよ。行けました。そう。
私は去年よりもキャンプ満喫できて、めっちゃ満喫してるめっちゃ満喫してる。空の、うん、ジャイアンツさんもオリックスさんも行けたし、そう、いっぱい行った、いっぱい行ってます。うん、いっぱい行ってるな。そう、あ、そういうことね。し、確かに J がね、確かに確かに確かに死になってるわ。そう、アイドルも野球も好きなのでお金があって、確かに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 、アイドルも野球も好きって大変ね。今年めっちゃ大変やないそれ、野球グッズで。うん、サノンはダルブルダ、うん、噛んじゃった。 WBC の侍ジャパンの選手だと、WBC の侍ジャパンの選手だと、やっぱり、あ、そう、大谷翔平選手はね、何、メジャーの方で、エンゼルスさんの方で、何、まだ投げるお仕事が残ってるみたいで、まだっていうか、宮崎キャンプには来ないので、そう、今回来られないので、そうそう、やからね、来てないんですけど、私はダルビッシュ選手を目に焼き付けたすぎて、そう、もうマジでかっこいい、かっこいい、本気でやばい、めちゃくちゃ間近で見れるんやけど、めちゃかっこいい、本当にすごい。しかもいろんな選手に教えてて、そう、そう、難しいよね。確かにグッズいっぱいあるもんね。もうマジでかっこいいイケメンだよね。マジで身長がさ、めちゃ高いんですよ。ね、190、あ、待って、合ってるかな、196だったっけ、あれ合ってたっけ、そう、196センチなんですよ。やばくない？もうね、マジでかっこいいから、サングラスとかしてて、ダルビッシュサーノンにかっこいいって言われて羨ましい。いや、めっちゃかっこいいよ、ほんとに。いや、メジャーリーガーの方って、いや、なんかさ、野球選手ってだけすっごいのにさ、ね、メジャーリーガーの方ってなんかすごい、オーラすごい、特にもっとオーラがなんかすごいよね。そう、しかもさ、ダルビッシュ選手とかさ、ダルビッシュさんはさ、あれじゃん、日本で見ることできんやん今ね。そう、日本ハムじゃないから、そうだからさ、日本で見れないし、アメリカに行かんと、そう、見れんから、めっちゃレアですよね。そう、アメリカのサンディエゴパドレスさん見に行かないと見れんから、めっちゃ貴重な体験やし、ね、マジで貴重、本当に幸せを感じました。そう、大谷翔平選手見たいって方いっぱいいますよね。確かに、なんか見に行った日に、なんかね、埼玉から来られてた女性の方がおって、近くに座ってて、その方はなんか、誰を見に来たんですかみたいな、誰推しですかみたいな話をしたら、大谷翔平選手を見たくてって、チケット当たってみたいな言ってて、
わーって思って、なんかそうやっぱさ、そう遠征する方ってさ、こう自分が見たい選手をさこうね、いや違う、たまたま話したんですよ。そうたまたま話して、たまたまなんか近くにいて、そう近くの人、そうそうそう話してて、なんか、ね、子供とかもいたんですよね。そうちっちゃい子供がいて、子供と一緒に喋っててみたいな、そしたらこう喋れるようになって、そうそれでなんかね、あ思った、なんかやっぱさね、違う県から来られてる方特にさ、なんかあそう山形とかも多分いるらしくて、そうまあそりゃいるか、どこでも、そうその方とりあえず埼玉の方で、そう一日のために来たから一泊二日みたいに言ってて、すごいと思って、そう私もサラロを間近で見れたら大変貴重ですって、嬉しい。そう大谷翔平選手貴重なんけど、そうなんかせっかくなんかお仕事を休んで、そうあの行けることになったからって言って、来ないけど来たんだって、すごいよね隣に空の座ってたらビビるって、ビビっちゃうね。ダルビッシュ選手と大谷選手日本ハムに帰ってきたら日本ハム最強くなるかもって、いや絶対やばいやろ、うん絶対やばいやろね。そうだからなんかすごい一日のためにとか、まあそりゃね、いや見たいからそう来てくれるけど、すごいよね、なんかすごいなって思って、なんかプロ野球の力というかね、ファンの方って本当に熱くてすごい存在だなって思いました。うん、そういうの聞いてるとなんかさ、なんかさそうコンサートとかもそうやん。そうコンサートとかだって、だってさなんか横浜であるにしても東京であるにしても福岡であるにしても、みんなさ北海道とかさ宮崎とかさ、いろんな各地から、大阪とかからさ、宿泊費と交通費をかけて来てくださるわけじゃないですか。すごいよね、ありがたい存在だなって思います、本当に。うん、そう日本ハムその2人に払うお金はありませんってねちょっと確かメジャーリーガーの選手めちゃくちゃ高いもんね、何十億でしょ。え本気でそう、宮崎県民でよかったよ私、こんな貴重なね、もう一生見ることないかもよ。うん、一生見ることないでしょうね。そうだからね、小学生とか中学生は学校休んで来たりするんですよ。そう他の県から来たりするとね、どうしても。私も今回の出張で宮崎好きになったから、これから毎年キャンプシーズン出張に来ようって、いいね、キャンプ楽しもう毎年。いや野球選手すごいよね、本気で、どこに使ってるんっていうぐらいね、もらってますよね。確かに神奈川県民の方は神奈川県民の方で、東京の東京都民の方は東京都民の方でね、ラッキーポイントがいっぱいありますよね。宮崎と言ったらやっぱキャンプですよ。そうすごい40億円、40億円あったら何する、みんなすごいね。サッカーあんなに走り回るのにそんなもらい、サッカーってそうなんよ、野球ほどないってこと。でもそれでも高いやろ、うん、仕事辞めますってそうね、
大阪府民は確かに吉本新喜劇確かに。マジでかっこよかったよ。それだけあったらチームメイトに出資する、いいね。とりあえず家のローンを払う、現実的、めっちゃ現実的。税金対策、大谷翔平選手って物欲ないや。待って、物欲なかった？何？食欲？なんだろう。焼肉毎日、高級焼肉毎日食べるとか。でもさ、高級焼肉毎日食べても、毎日誰かにおごっても使い切れんくない？だって40億円やろ。やばいよね。やばいね。すごいね。確かに飽きるかも。何やろね。すごいね。彼女もいないらしい。めっちゃ面白い。どこ情報？めっちゃ面白いこと言うやん。彼女もいないらしい。聞いてない。聞いちゅらん。家と車買って、あとは投資する。ああ、投資。そんだけあったら、空野ちゃんの握手会、一日で全日程完売にできる。嬉しい。完売にしてください。ああ、自分の子供がおったらいくらか残す。なるほどね。40億円あったら宮崎に家買う。40億円あったら宮崎県が買えるんやな。どうやろうね。どんぐらいあったら買えるかな。そらちゃん大チャンス。完売にしてください皆さん。完売してください。大チャンス、ラッキーチャンス。何、大チャンス。あ、ねえ、そっち、彼女そっち。めっちゃ面白いね。大谷翔平選手、待って、みんなさ、大谷翔平選手、あの、会ったことないからね。まずお会いしたことないです。あのアメリカにいらっしゃるので、さらのアメリカに行ったこともないですし。めっちゃ面白い。あ、確かにあれがあるんやない、チャーター機、あの、なん、自分のジェット機みたいなあるんやない。確かに海外旅行も行けるね。いや、海外旅行毎月行けるんやな。いや、毎月、毎日は無理、毎日は無理。週一、いや、週一、待って、週一はさ、週一にしたらさ、移動とかあるやん。だから、もったいないから、2週間に1回とか、行けるんやない？40億円あったらアイドルグループ作る、社長？いいね。大谷翔平選手と空野の身長差40センチぐらい。え、何センチあるんですか？何センチある？めっちゃ高いよね。だってダルビッシュ選手、ダルビッシュさんね、めっちゃ高いですよ。196ね、立っててめっちゃ高いので、高かったので震える。あ、貧しい国、学校。あ、いいね。192。ほう、近いね。じゃあダルビッシュさんと。すごいね。アイドルグループ作ってそのメンバーと付き合う。めっちゃ面白い。40億円あれば、その野ちゃんの個人芸能事務所作る。ぜひ作ってください。じゃあ40億円はい、あの、当ててください、宝くじで。40億円とかまず当たらんね。5億円を何回、8回当てんというかね。じゃあ5億円を8人当ててくれたらいいんじゃないですか。今に限ってあのウィンクができなかった。
ねえ、株式会社パッと見最悪やん。最悪。野球選手になるしか、みんな今から野球始める？もう遅いかもよ。野球始めて。40億円、皆さん。40億円目指して頑張ってください。野球始めたら付き合うの？付き合いません。違う、そういうことじゃないよ。めっちゃ面白い。40億円あったら、いや40億円あったら事務所作ってくれるって言ったから、そうだから8人あの5億円当ててって言ったんですよ。そう、5億円8回当てればいいので、8回当ててください皆さん。え、めっちゃ良くない？でも5億円当たっただけでもめっちゃ嬉しいな。待って、まず5億って何っていう感じになるぐらいさ、5億って数字もめっちゃすごい。まず1億でもすごいからね。何年後かにそらのちゃんが野球選手と結婚してるか。野球選手無理やん。野球選手無理よ。野球選手すごいよね。でも野球選手と、でもなんかさ、野球選手の方とさ結婚してる方って割といるよね。さだちゃんに芸能事務所移籍オファーあった、そういうことで、あ、5億円当てられたということでよろしいですか？一生かけても稼げます。確かに、確かにね。5億って何っていうぐらいよね。本気ですごい。5億な、いいね。あ、1時間経った、教えて今日。うん、5億円当てたい。5億円、5分前、早くない？めっちゃ早い。事務所どこに建てようか。どこがいいですか？どこがいい？アスリートの方と結婚したらお料理作るの大変。あ、ね、確かにめっちゃ大変そう。大変そう。あのレスリングとか柔道とか、いや何でも大変やな。野球もサッカーもバスケも全部体作り大事やない？あ、確かに板野友美さんの旦那さんは、あの高橋奎二さんはあれですよ、侍ジャパンの選手なので47番あれです、キャンプ来てますよ。うん、来てます、来られてます、来られてます。かっこよかった。うん、東京にしたいけどいろいろ良さそうやけど、あ、東京にしといたらいろいろ良さそう。なるほどね。でも OG で野球選手と結婚してるし夢あるよねって。夢は無限大。やっぱり壮大、壮大、あ、そう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 、壮大じゃダメかなって。そう、47番、確かに。47の素敵なあの街ですね。そう、さあの野球選手と結婚したら意外と楽だと思う。なんで？ご飯大変やない？栄養フルコース型のご飯が大事。確かに管理栄養士取ったらいいんやない？したらなんか管理してあげられる。管理してあげられるとか言って、うん、そう、あと3分、ありがとう。
じゃあ、あと2分になったらランキング読むね。サーモン、塩と砂糖間違えそう。間違えません。サーモンといるだけで成績上がる野球選手、成績上がってくれたらいいですけどね。今から勉強して狙うかって。で、管理栄養士ってさ、待って、管理栄養士ってね、あれだよ、学校行かんと取れんよ。うん、学校行かんと取れん。うん、あ、五大要素フルーツ、あー確かに確かに。お料理得意ですか？え、見れば作れます、なんでも。うん、いやけど今は作んないですけど、うん、あのレシピ見れば何でも作れる。誰でもそうかな。で、誰でもそうじゃないよね。作れます、はい。1分前、早いね。ランキング読むね。はい、オレンジは疲労回復に。おお、詳しい。13位はムムーさん、12位は雨宿りジンベエさん、11位はコイチさん、10位はカズトさん、9位はアラカトルさん、8位はショートさん、7位はいちごミルクさん、6位はナンアットマークサラの夢大好き、ナンイさんって言おうとした。5位は篠太郎アットマークサラの姫大好き。土曜日出勤疲れたと、疲れ様。4位ははやぶさ300がアットマークソラグミさん、3位はエレメンツさん、2位はソウシさん、1位はヤス1983さんでした。ありがとうございます。スポーツしちゃったからそれぐらいは知ってる。なるほど。レシピをパッと見されたら大変。いや、そんなことしません。レシピは慎重に見ます、はい、というわけで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。インスタグラム投稿したので、サムライジャパンの投稿し、キャンプのサムライジャパン宮崎キャンプの投稿したので、いいねと拡散、拡散しようがないのかな、拡散、インスタってどうやって拡散できるの、みんな、拡散とコメント待ってます。あとフォローもしてね。というわけで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。それではおやすみなさい、バイバイ。あ、ツイッターで拡散できる、皆さんツイッターで拡散しといてください。ありがとうございました。あのツイッターでもまた投稿しますね。うん、とりあえず今はインスタグラムをアップしたので、そう、インスタグラムのフォロワーさんを増やしたいんですよ。そう、皆さんぜひよかったら広めてください。というわけで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。あ、待って、そらのじゃんけんじゃんけんブン言ってないよね。ブンブンブン、ありがとう、みんなありがとうね。バイバイ。